期待に応えれるように頑張りたいと思いますけど、あと残念ながら本当にインターとして、はい、インターナショナルとしてはラストマッチになったんですけども、はい、それどうでしたか。UWF インターナショナルは最後だと思うんですけれども、僕はまだ終わらない、僕自身は終わらないんで、これから見ててほしいですけど、話せる範囲で構わないんですけども、本当に話せる範囲でクラブ選手の今後ってみんな結構注目してるじゃないですか。あ、そうですか。サイトファンも多いと思うんですよ、はい、もしお話できる範囲で構わないんですけども、あ、僕はこれからは僕は試合があるんで、試合までは何も考えないようにしてます。特に何も考えてないです。今日終わってから、今日終わってお正月入りますんで、それが終わってから考えます。でも逆に言うと、こういうスタイルで試合をできるところでしか試合をしないような感じが僕らはするんですよ、桜庭さんに関しては。このスタイルな試合を、はい、場所でしか試合していかないところなって感じがするんですけども、はい、そういうことはないと思いますけど、じゃあこれからもう全然、はい、大丈夫です。僕は僕のやりたいことをやりますんで、今までやってきたのとは多分変わらないと思いますけど、いや別に怖い、別に苦手意識もないし、そうですね、僕の苦手意識、桜庭選手がなんか苦手意識になっちゃったんで、それとタッグを組めるんで、逆にだから全然怖くないですよね。無敵のチームじゃないですか、はい、あと東京っていうか後楽園じゃないですか今日、はい、結構コアなファンが、ずっとインターを応援してきたファンが集まってこられると思うんですよ今日、はい、その辺はやっぱりこう UWF インターナショナルとしてはラストマッチになったわけなんですけども、はい、その辺からさんとしては考え方もあるか。そうですね、久しぶりの後楽園ホールですもんね。あと、まあ、やっぱ最後は綺麗に勝って終わりたいですよね、うん、まあ最後これが僕らの、ね、レスリングっていうのをこの4人で見せれたら一番いいと思うんですけど、はい、ラストマッチってことで、そのやっぱり自分の中でもありますか。でもなんかまだラストマッチかもしれないんですけど、やっぱり僕はまだなんすか、一応現役の選手なんで、やっぱまだなんすか、会社はこういう風に解散とかなってますけど、まだ試合は本当にもうやる気でいるんで、どこででも。だからなんかそんな引退試合でもない、引退試合とは違うんで、まあ、悲しいものはありますけどね、はい。あと今話せる範囲で構わないんですけども、はい、金谷さんのこれからの予定っていうか、なんかそういう決まってることとか、もし話せる範囲であれば。そうですね、なんかとりあえず、海外でも行って、まあ、海外で練習して、であとその間にこうみんなの動きを様子見ながら、で自分の行動を進路を決めたいですよね、はい。それは格闘技路線というか、そちらの路線を追求されるのが金谷選手らしいかなと気がするんですけど、僕はそうですね、はい、もう格闘技路線ですね、キックでもレスリングでもバリトゥーでも何でもいいですから、とりあえず格闘技路線で、はい、そうですね、はい、もうバリトゥーで上がる可能性も、ドハバリトゥーでも上がるんじゃないですかね。もう来年は多分上がると思いますよ、はい。昨日じゃないよ、一昨日か、まあ、高山さんに負けてるんで、ね、今日はもう言うことないです。高田伸彦の首一本だったんですから、私はね、負けてしまったんで、まあ、今日はもう、別に今日の試合はね、別にかけるものがないんで、まあ、今日で終わりだということで、自分の中ではもう博多で終わりだと思ってますから、はい、博多の時点で負けたことでもう終わりだと思ってますんで、今日の試合別に言うことは何もないです。ただ今日後楽園ホールじゃないですか、はい、9月の神宮以来の久しぶりの東京で、またファンの東京のファンはまた違うかと思いますんで、うん、元気なその矢野選手と姿を見たかったというか、まあ最後ですからね、うん、それは逆に言うと見る側にとるとすごくこう期待する試合になるかと思うんですよ。まあとりあえず来てもらったファン
にね、やっぱりいい試合を見せるっていうつもりではいますんで、だからまあ安心、その辺は安心してもらい、でもまあ自分の、今日の試合のことっていうか、ダブルバウトですし、まあこの間の博多で意気込んね、結構入れ込んでた分ね、やっぱり多少やっぱりそういう今日の試合に関して言えば、入れ込めないなという感じなんで、ただリーグ戦を経過してその1枚も2枚も大きくなった山本選手の姿をこれだけのファンにまた見せるのも、そうですね、最後ですし、こう、一緒の強い試合をしてもらえればなという気もするんですけども、まあ、まあ頑張ります、はい、まあこの2人ともね、金原選手も桜庭選手もそうなんですけど、8月に桜庭で負けて、10月にね金原に負けてるんでね、まあその、まあ、お返しと、いうことで今日はの試合に臨みます。はい、仮はきっちり返すつもりで今日は。そうですね、そうしないと示しがつかないですからね、はい、もうリング上でのファイトで、はい、掛田選手の今の5年8ヶ月みたいなのを、はい、証明していただければと思うんですけども、そうですね、はい、まあ、それは絶対見せるつもりで、はい、臨みます。じゃあ本当に、はい、もうなんですかね、絶好調じゃないですけども、はい、復活宣言じゃないですか、完全復活ですよね、はい、そうですね、まあそれで今日こけたらね完全復活にならないんで、今日は絶対保証を落とさないように、全力でやります。こより第4試合を行います。あとは桜庭和志選手の入場です。続いてアウトナより金原博光選手の入場です。
Thank you.
赤、赤、マイナス1点。
ス1点。15分経過。さあ、エスケープ。青、マイナス1点。1点。マイナス1点。
試合を続行します。桜庭和志、種原博光組はあと1ロストポイントで負けとなります。1点、山本健一、柿原正人組はあと1回のギブアップもしくはノックアウトで負けとなります。赤マイナス1点。
25分経過。今日は本当に、このね山本がすごい頑張り見せてくれて、まあ、それで、試合も勝つことができたんでね、まあ、僕は桜庭に1回負けてたんで、まあ、タグとはいえね、まあ返せなお返しできたんでね、そういう部分では僕は、納得してますけど、まあ、でも山本の本当に頑張りがね、今日のチームの勝利に結びついたと思います、はい、今まで試合してきた先輩方全員とね全員にありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。さ寂しいもんじゃないですよね。それはめちゃめちゃ寂しいですけど仕方ないですからね、はい、もうやっぱり桜庭選手、金原選手それぞれからメッセージみたいなの感じました。戦ってね、そうですね、やっぱりこうビシビシと来ましたね、はい、自分の中で博多でとりあえず燃え尽きるつもりでね試合には挑んできたんで、とりあえず今日は、まあ、最後の試合だからということで、ね、頭切り替えましたけども、結局うちの選手はみんなね、まあ、UWL っていう釜の飯を食った、ね、仲間なんじゃないかなっていう、今日やってみて作ってね最後の試合感じましたね。僕はもうずっとこのまま変わらない、これがやりたくてプロレスやったプロレス界に入った、どこに行っても今日やったようなことをやるだけですけど、それに今日掛川さんにまた借りが出ちゃうじゃないですか、借りがさんじゃないですね、もしかして離れ離れになっちゃうかもしれないですけど、高山さんと返さないといけないように話していますね、はい、またみんな一緒になれればいいんですけどね。お互いに今日はもう本当に何ですか、なんていうんですかね、潰してやろうとも違うし、本当に技術をこう高め合うというか、でも気持ちは伝わってきました、はい、僕はやっぱりこのスタイルで貫き通したいですね、はい。